レナール R-31 レナール R-31 は1930年代のベルギーの偵察機である。単発のパラソル機で32機の R-31 がベルギー空軍に納入された。1940年のドイツ軍のベルギー侵入時にも使用されており、ベルギーで設計され製造された航空機としては唯一第二次世界大戦に参加した機体である。 ベルギー空軍の短距離偵察機、陸軍の地上共同機の要求により、アルフレットルナールが設計し、1932年10月16日に初飛行した。パラソル翼の単葉機で、ロールスロイスケストレルエンジンを積んだ、基金混合構造の機体で胴体の全部は、交換溶接構造に、金属表皮、後部はハフバリである。主翼は、固定脚に固定された。 V 字支柱で支えられている。1934年3月、28機の R-31S が製造された。そのうち6機はレナールで製造され、残りはサブカで製造された。1機は評価用にロレーヌペトロルエンジンが取り付けられたが、後にケストレルエンジンに戻された。次に密閉式のキャノピーとされ、ノーム。 ローノミストラルメジャー製型エンジンが搭載されて R-32 となった。さらにエンジンをイスパノスイザ 12Y に換装されたが、性能向上は不十分で量産されることはなかった。1935年8月に R-31S の6機の追加発注を受けた。R-31 は1935年にベルギー空軍でブレゲ19に代わって、 リエージュの観測機部隊で運用が開始された。操縦を誤るとフラットスピンに入るという操縦性に欠点からパイロットに人気はなかった。極技飛行は禁止された。1940年5月第二次世界大戦のドイツ軍の侵入時には R-31 はすでに時代遅れとなっていたが地上での破壊を免れた機体は 54回の偵察作戦に従事した。1940年5月27日の午後、ドイツ軍から退避する飛行が最後の作戦となった。ドイツのベルギー占領後、ドイツ軍はこの機体に関心を持たず、残された機体を使用することなく破壊した。性能、ありがとうございます。